おはようございます、黒三つ葉です。ということで今回はですね、こちら、はい、コメント欄でですね、次は近畿でスタンプラリーやってほしいですっていうのが、来ましたので、近畿30クエあってね、ちょっと大変ですけど、もうこのありがたいね、ありがたいお伝えを聞きまして受けたまわったということで、近畿30クエストでね、まあ一旦使っていこうかなと思います。はい、ということで、まあもちろんね、この反射ヤクモさん、めちゃくちゃ強いんですけど、いけないクエストはあります。なので、まあ、どれだけいけるかみたいなところも含めてね、皆さんの中でちょっと楽しんでいただければなと思います。まあ最初の辺はね、クソザコクエストたちがクソザコクエストたちがね、並んでこのもうプラズマでね、横貫してるだけでもうヤクモちゃんの目の前でね、もう散っていくという、もう哀れ哀れな惨状ですよいやでもなかなか考えられないけどな。昔近畿はね、まあ本当にそれこそ天馬ぐらいこのクエストたちも難しかったからね、それを考えてももうこんな姿になるとは思ってもなかったし、思いたくもないしっていう感じで、あの本当にこのヤクモのね、号令とプラズマで、まあだいぶ崩壊させてますね。だってこのクエスト今近畿の2位やってるんですけど、このクエストとかも普通にダウンギミックありますからね。敵の防御ダウンするっていうギミック、もうそれを完全に無視して結構やってったりとかしちゃいますね。で続いて、3の5区です。ここね結構トップ級に苦戦しました。理由としては、多分裏だったら、裏やったことないから分かんないけど、表の方は少なからず運母がないとしんどいです。理由としては、あのこのクエスト1ターン目に即死攻撃が飛んでくるんですよ。でそれをまあバリアで防いでねみたいな、そういうクエストになってるんですけど、このキャラねバリア持ってないので、もう号令でゴリ押して、もう号令で、4ステージ3、1ターン目は友情で溶かして、2、3、4、5かの、4ステージを号令で飛ばして、で最後パックで、その間遅延させてる間に雑魚処理して、最後友情で倒すみたいな、そういうルートを描かないといけなかったので、3の間は、まあ、やるんだったら、あれかな、運母が必要かなっていう感じですね。で続いて、4の5区ですね。まあ、ここも、砂時計が結構湧いて SS がね溜まりまくるので、まあ、オールアンチショットねいっぱい打っていきましょうというクエストなんですけど、あのガムシですあの砂時計なんてねほぼ見ることなく終わっていきましたね。で続いて5の5区ですね。まあ、ここはね、一応光属性の高攻撃力必須のクエストです。いやもうこれ別に大げさな話とかじゃなくて、あのちゃんとクエストに書いてあるんですよ、高攻撃力必須って。なんでかっていうと、このクエストね、あの敵の、ダメージ生き地って呼ばれるもの、なんかたまにいるじゃん、その HP が全然削れない敵、例えばさ、その10万以上の攻撃じゃないと全部1になっちゃうみたいな、そういう敵いると思うんですけど、まあ、このクエストもそんな感じです。一定ダメージ超えないと全然ダメージが全部1で跳ね返ってきちゃうみたいな、そういうクエストなんですけど、もうこのヤクモはね、属性倍率なんか知らんがなと、そんなもんいらんいらんと、我のキラーと、我の SS で倒していけるとおっしゃってますので、はい、あのこんな感じにね普通に、やることができます。いやーでもこれもね、出た当初はこんなこと考えられなかったんだけどね、やっちゃいますね、すごい。でそうだ、大事なこと言い忘れてました。今回一応反射ヤクモだけでやってます。あの貫通ヤクモ使ってないです。まあもちろん貫通ヤクモの方が簡単に行ける場所とかはあると思うんですけど、まあ一旦今回は、反射ヤクモ艦隊での挑戦ということでやってみました。まあもしまた希望等あればね、あの全然貫通ヤクモもやるので、あのコメント欄にね書いてもらえればなと思います。いやでもその時はさ、ちょっと貫通ヤクモ俺艦隊で使いたくねえんだよな、あんまり。あの理由としてはさ、あのキャラの強みってやっぱ爆発ありきじゃん。爆発がないとさ、ルミナスレイのルートもだいぶ狭まっちゃって使いにくいし、爆発キャラ1体いることで本領が発揮されるキャラだと思うから、まああのそこのルールはね、何体か爆発キャラ選んで、まあそれを使えるようにするか、まあもしくはもう爆発持ってるキャラだったら何でも OK か、あとはまあフレンド欄というかね、あと1体の枠をもうルナで確定させちゃうとか、まあそういうことが、ちょっと想像できますけど、まあまあそれはまたおいおいね、決めていこうかなと思います。まあとりあえず今回は反射ヤクモしか使わないです。で続いて7ですね。これめっちゃ早かった。ここでねボーンでバンバンですよわからんマジでお前が何したいのか、本当にモンストを壊しに来たとしか思えん。でも近畿の極じゃないもんね、こんな。
であとルール的な部分で言うと一応、表が勝てなかった場合裏もありにしてます。まあ、どっちかいければ実質的にクリアはできるので基本的には、表でやることが大前提。ただ、それでいけない場合っていうのは、裏を使うっていう感じでやってます。はい、なのでまあ時々ね、裏のクエストも出てくるかなって感じですね。はい、ということでまあここも、倒していくと。まあ今のね8の5なんかも結構ワンパーセント高かったですね。やっぱあの超マインスイーパー EL とあのクエストすごい相性良かったんだよね。あのパワーアップウォールと相性いいからさ。そうそう、最初の4ヒットまではあのステージ移行後はあの全然使えるからさ、あの地雷を。それで3倍もらえるんで、あのめっちゃ良かったですね、あそこも。はい、で、続いて、9の5かな。9の5については、正直ね、なんかヤクモじゃないなって感じでしたね。なんか何言ってるか分かんないけどあのヤクモの本来の強さって感じはしなかったですね。まあ、なんでかっていうとこのクエスト友情コンボ禁止なんですよ。でもちろんハイプラズマ封じられるのもきついんですけど、意外とこういうアップの倍率もらえてるのがでかかったんだなっていうのをここで結構体感しましたね。まあとはいえやっぱり殴り性能はね、あの属性違えど、有利属性じゃなくてもあのピカイチなので、あの全然余裕で勝つことできるんですけど、なんかあのいつものヤクモの火力じゃねえなって感じでしたね。はい、さあ続きまして、10の5ですね。まあこちらはね本来であれば貫通のキャラで、やっていくのが、まあ、定石になっているクエストなんですけど、まあそうだね、このキャラに関してはエナジーソードじゃねえ、もう頭違えた、プラズマを引っ張ることによって、ハイプラズマ引っ張ることによって地方弱点持ってるタコはね、結構やっていけますので、はい、非常にね、これは爽快感あるんじゃないのかなっていう感じですね。反射のキャラでここまでいけるのはなかなかいないんじゃないかな。まあでもネオとシュレリンガーとかね、あそこら辺組み合わせていくとこれと同じくらいいけるかな。はい、ということで、まあ、ここも倒していくと。で続きまして11ですね。こっから火属性のクエはちょっとめんどくさくなってきましたね。ちょっと火力が足らないかなみたいな感じになってきました。で今ねあの横缶使ったんですけど、あの敵に全く殴らない形の横缶、あれがね結構ハイプラズマ使う上ではめちゃくちゃ強いですね。あれができる場面っていうのはぜひ狙っていった方が友情コンボ的な火力が狙えるかなっていう感じです。まあ殴りに強いキャラなんですけど、やっぱハイプラズマこれをしっかりと使ってあげることが、まあこのキャラの魅力を引き立てられることかなと思うので、うん、できる限りその横缶とかで敵に触れずにいけるときは横缶をしてみると友情でねとんでもない火力が出せるかなと思います。まあそのテクニックを使っていくのが、まあ、今後ねまた後半戦とかで出てきますので、まあ、それも楽しみにしてもらってという感じですね。はい、ということで、中ボスですね。結構時間かかってるなまあ今までが異常だったんだけどね、ほぼもう一手抜けみたいな感じでキンキやってたから結構異常ではあったんだけど、まあまあここはね、うん、結構時間かかりました、ね、で意外と火ダメがそこまで痛くなかったからよかったけど、これもうちょっと痛かったらマジできつかったな。攻撃食らえないってなるとね、やっぱダウンさせてからとかじゃないとダメージがあんま通らないからさ、もう今のね SS でなんかもう全て俺の言った発言が信用なくなったかもしれないけど、うん、あそうだですね、はあ、そうだすねっつっちゃったわそうだね、まあ2段階目とかだったらねあえて削っていけるんだけど、友情コンボだけだとか、だと、まあ、なかなか削れないので、そうそう、まあ、ちょっと時間かかっちゃいましたね。で続いて、12ですね、このクエストは、まあ、ボス2ライカ内なんですけど、レプスかな、チョチヤンコみたいなやつ、あいつ以外は全部友情で溶かせます。はい、ボスも含めて。なのでまあデプスだけしっかり殴ってあげることを意識すれば余裕っすね、うん、超絶余裕。もう水のクエストはね本当に怖いとこないね、こいつほぼないと思う。超絶全部いけて、もうキンキも大概いけてってなると、どこがいけないんだろうね逆に。でそうなんかね、やっぱヤクもこれだけ使ってると改めて感じたのが、ギミックの優秀さだね。重力とブロックっていうモンストの場合さ、基本的に敵がこっちの行動前に攻撃してくることってあんまりないじゃん。
で、もともとクエストに置かれてるギミック、例えばさ、地雷とかダメージウォールとか減速壁とかって設置型じゃん。相手が攻撃をしてきてやってくるようなギミックなんだけど、それ以外のところでいう、魔法陣だったりとか、重力バリア、あとブロックっていうのをこのキャラは持ってるから、そこだよね。本当に設置される前にやってしまえば1ターン目は好きに動けるから、そこでもうマジで反壊させて、もうあとちょっと触れれば壊れるジェンガですよみたいな、もう抜くとこありませんみたいな状態にして、もう最後崩すみたいなそういうことができるんで、本当にいいアビリティセットもらえたなって感じですね。そこがこのキャラの本当に強い部分かもしれない、そうなんだよね。なかなか止められるギミックが、テレポトンネルとか、まあ、でもテレポトンネルはな、無効にすることあんまないからな。あれか、転送壁か、転送壁とかは止まるか、それぐらいじゃないかな、メインギミックのところで言うと。はい、ということで、まあ、ここも、友情コンボでやっていきますね。14です、はい。ここもね、昔難しかったんだよ。昔難しくて、カエサルが出た時に、あ、こいつは強えやっつった、まあ、2週間後か1ヶ月後にはもうカエサル使わなくなって、もう見ない人になっちゃったんだけどね。はい、カエサルもね、そろそろ帰ってきてほしいよね。本当に、アミダもね、一応重心化して帰ってきたし、あそこら辺のキャラがしてきたってことは、そろそろね、あの不遇だった、進化神化のキャラたちも重心化してほしいですね。はい、ということで、まあ、これが14ですね。で、今回前半戦なので、近畿15までです。はい、ひとまず15までやってきました。で、まあ、15は本当に楽だったね。まあ、もともと友情でね、マルタが出た時あたりからやれるクエストではあったので、まあ、当然ね、いけるだろうとは思ってましたけど、まあ、全然余裕にね、はい、いけましたね。で、そうだ、今回ね、前半ということで、まあ、15までやってきたんですけど、16からの後半戦ですね。こちらはなるべく今日中、もしくは明日にあげたいなと思ってます。なので、まあ、ぜひぜひね、皆さん、チャンネル登録してお待ちいただければなと思います。ということで、ひとまず、今回のね、ヤクモちゃんの近畿スタンプラリーの方は、15まで、全クリということにさせていただこうかなと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。黒みつばでした。